基礎ケイト店。続いて足を止めたのはケイトのお店。こんにちは。こんにちは。うわ、何バス旅。こんにちは。いや、あのうちケイト屋なんで、ケイト一玉で編める帽子。一玉で編める帽子を。エビさん買ってあげるよ。買ってあげる。エビさん帽子かぶったとこ見たことない。で、ニットニット僕が買ってあげようじゃん。エビさんいいか。そのモヒカンの。いやいいよ。買ってあげる。いやいいよねね買ってあげるよ。いいって。なんで全然ないか。奥さんに買っていきなよ。神さんに。なんかあったから。神さん。あいたたたたた。このモヒカン。あ、柔らかいじゃん。ふわっとして。モヘアって言うんですか。モヘアが入ってる毛です。ケイトの帽子。確かにこっちが柔らかい。柔らかい。ふわっとしてる。分かった。じゃあ僕がこれをプレゼントしたい。いやいや、いいっていいって。じゃあ俺が買う、自分で買うから。大丈夫。これいくらですか。すいません、3000円です。はい。ちょっと痛いな。セクサが出るな。その辺の違うんだよ。ちゃんと手作りだよ。小遣いがちょっとないんで今。よく似合ってるよ、いいよ、エビさん。すごくいいよ。どうもありがとうございました。結局お買い上げ。本当に似合ってる。本当かな。本当。ちょっと恥ずかしいよ。